イアン・スコット・ホロウェイは、イングランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現在は、グリムズビータウンの監督を務めている。愛称のオリーは2007年に、デイビッド・クレイトンとの協調で出版した時点のタイトルでもある。選手時代のポジションはミッドフィールダー。ブリーストル・ローバーズや、クイーンズ・パーク・レンジャーズで活躍した。1999年の引退後は指導者に転身し、 前述した2クラブをはじめ、レスターシティ、ブラックプール等の監督を歴任。ブラックプールでは、攻撃的なサッカーでクラブを40年ぶりのトップリーグ昇格に導き、昇格後もそのスタイルを変えずに1年で降格した。チャーリー・アダムを中心とした攻撃は魅力的だったが、彼らの守備はあまりにも脆弱だった。2012年11月3日。 クリスタルパレスの監督に就任し、初年度の2012から13シーズンに、チームはチャンピオンシップで5位につけ昇格プレイオフに、進み、決勝でワトフォードに1から0で勝利して2004から05、シーズン以来8年ぶりのプレミアリーグ昇格に、導いた。2013年10月23日、双方の合意により、クラブを退団した。夫人は、アクセリンパッシュをわったことがあり、 二人の間に生まれた三人の子供は先天性の聴覚障害を持つ。この項目はウィキプロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。